6月25日、最終となる静岡公演の2日目を迎えたファンタジーオンアイス2022。観客席の360度、どの視点から見ても圧倒される羽生結弦選手の演技には、ある秘訣があったことを知ったファンからは、称賛の声が寄せられています。静岡公演初日となった24日には、あまりの調子の良さで、高く舞い上がりすぎてしまい、オープニングのジャンプでお手つきをした羽生選手。そのミスを挽回するかのように、フィナーレでは4回転トーループを連続で飛び、ファンの方々にしっかりサービスをしていました。そんな羽生選手らが出演するこの公演を取材していた地元、静岡朝日テレビ、25日の番組内で、リハーサルをする様子などを放送しており、羽生選手がリンクに上がる前に、床の上で体をほぐしたり、ジャンプのイメージトレーニングを入念にする様子などを放送していました。その中で、これらのトレーニングに入る前に、客席の最上階まで駆け上がり、他のスケーターたちが滑る様子をじっくり見ていた羽生選手。観客席から自身らがどのように見えるかをチェックし、振り付けや体の向きなどを考えているとのことでした。また、リハーサルでは音楽を止めながら、何度も繰り返し本番のリンクと、自身の体の動きを確認。その後のインタビューでは、ショーといえど、試合と同じようにアップをし、体力を消耗することなどを語り、一切妥協しない姿勢を見せていました。さらに、ファンタジーオンアイスではアーティストとコラボし、その音楽と一体となることを大切にしているとのことで、普段よりもジャンプの高さを抑え、リズムと合わせているようで、普段より高速回転したり、早く降りたりしているなどの工夫も明かしていました。この日も、会場に駆けつけた約6000人のファンの方々を虜にしていた羽生選手。オープニングの群舞では、羽が生え、ふわりと舞い上がるような華麗な4回転トーループを見せたり、ファンを煽るような仕草を、全方向を意識して行ったりしていたように感じました。そして、宮川大聖さんが歌うレゾンと一体となり、その世界観を表現した羽生選手。宮川さんとシンクロしたかのような動きや、ほんの小さな音でさえも拾い、全身を使って表現する姿からは、これまでのリハーサルやトレーニングでの厳しい鍛錬が感じられました。神戸公演での演技にも増して、より洗練された動きを見せてくれた羽生選手。フィナーレでも圧巻の演技と、全方位に漏れなく最高の笑みを届けてくれ、最後は恒例となった大声での感謝の言葉を叫び、2日目の公演を終えていました。なお、羽生選手が座長を務める、このファンタジーオンアイス2022は、残すところ静岡公演の最終日、26日13時からの公演のみとなっており、往来の模様は、CS 放送とライブビューイングにて生放送されます。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。